タックルベリーへ行ってきました。20年前30年前の中古ワームで釣れるのかどうか実験していきます。ちなみにこれ1320円、パッケージがついて中身こんだけ入って安くない？ほらすごいね、これなんだろう。まあ今日ちょっと海なんでね、これで釣れるかどうか実験していきますけれども、こういうワームみたいな、ゲリーのグラブみたいな感じだね。あー、これは釣れるだろう。何これ、何これ、ゲリーグラブの、これはもう見てわかるよね、匂いは。あー、匂いはなんか古いワームの匂いですね。ゲリーグラブたち、ゲリーじゃないけど、いい感じだね。いろんな、これで1320円って安くない？はい、なんとこれは税込み1100円、ね、アボガドブルーパールビア被害レラモンシッドパープルド、これ1100円。タックルベリー安すぎだろ。パドルワーム、これで1320円、箱付き中身付きですよ。こんなん、うわ、何これ、めっちゃすごいじゃんこれ。こんなパドルワームなんだ。形状はなんか、変わってるね。と勝ちでしょこれ、 100% 釣れるもんな、こんなね。中古ワーム、もう20年前のワームだと思うんだけど、あれなんじゃこのワーム。うわ、なんか独特の弾力があるね。これはなんだ、ビワ被害かな。なんか匂いもいい匂いするね。まあこれで1100円は安すぎだろ、こんだけ入って。タックルベリーさん安すぎだぞ。あ、これもこのパドルのあれか、面でこうやっていっぱい入ってます。まだいっぱい買ったよ。ほい。これは880円税込み。こんだけ入って880円、ちょっと安くすぎない？これ、こんだけ入って880円よ。これ匂い嗅ぎます。うわ、もうこんなん釣れるしかないでしょ、もうね。でこれは何？いやー、もうこれエビフレーク。今日はこれらを使って本当に釣れるのかどうかやりますね、具体的に。うわー、すごい、もうこんなん餌やん、これ餌やん。これにジグつけてちょっとシーバスとかなんか釣れないか。安すぎ、880円、大量に入ってるよ。ちょ、タックルベリーさん安すぎだよこれ。これで880円はないだろう、箱付きで。すごいね、タックルベリーって。こんだけ入って880円って使い切れないよこれ。まあ ZBC の懐かしいやつね。これなんか4個入ってる、これ5個入ってるわ。ほら、安すぎ。ドロン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 って。これじゃあ、これ釣れると思わない？タックルベリーで買ってきた、釣れそう。中古でかすぎるかな、釣れそうじゃないですか。これだいぶリアルですよ。これ釣れでかすぎるよ。ランカーが居残ってたらタックル出ますよ。めっちゃいい動きしますね。中古ワーム、中古ワームなの。それこれ10円ぐらい。80が出ますよ。出るかな。おちゃんは今日は何投げようかな。僕はアージングワームとか、あとはちっちゃいプラグとか、ね。あ、本当だ。ね、投げるとしたら。ちょっとでかいの取ろう。ハマオ、でかいの欲しかったらやっぱハマオ。ハマオ。さすが。ハマオ。これは何？あ、それワインド用のワームです。多分今回出番ないでしょ。これもでもハマオっぽいね。これちょっと安すぎでしょ、こんだけ入って880円で。んでまだあるんだよこれ。これも880円、こんだけ入って。ちょ、タックルベリーさん安くしすぎじゃない？これ2000円ぐらいでもいいよ。なんか懐かしいワームだね。うわ、何これ、なんか独特の感触だ。あ、空洞になってる。ほら、これは何、これ名前全然わかんないわ。これは何、
もう今日なんかこれだけでいいもんね、正直。もうこれだけで入れ食いよ。もうどれ使おうか悩むわ。中古でも釣れるのかどうかっていうの実験ですからね。もう高いワームとか必要ないじゃん。もう中古でいいじゃん、これ。しかもこの激安。すごい。赤色もあるね。もうこれ今日これを持っていくだけで十分だな。これはちょっと大きいからカサゴ。でっかいやつだな。これはちょっと高いね。1980円税込み。やばな。なんでこれだけちょっと高いんだろう。物がいいのかな。わ、くっさ。うちの犬みたいな匂いする。うわ、うちのワンちゃんと同じ匂いがする。うち豆柴飼ってんだけど、うちの豆柴の口臭とよく似てる匂いが。こんな匂いなんだ。そんな臭くないよ。微妙にね。うわ、これはいいわ。ワンだな。これは新しそうだな、割合。こんなん何でも釣れるよ、正直。うわ、何これ。うわ、サタンワームみたいな感じのシャットテール。サタンシャットテール、何これ。ね、すごいすごいすごい。これもなんか、これ釣れそうね。何でも釣れちゃうか、海太郎でも。うわ、これもなんかもうエビだもんな、餌だもんな。ほら、ちょっとこの中古ワームで魚は釣れるのか。これは、税込み330円、スラッグを使ったシャット。釣れないわけないよな、こんだけいろいろ。スラッグこれは何だろう。もう魚にしか見えないじゃん。あれは絶対釣れるな。もう中古でも何でも関係ないからね。うん、よいしょ。メガバスレッドヘッド550円税込み、スローシンキング。結構古そうだね、これ。シーバスもやるんでね、今日これ投げよう。550円、メガバス。あとは770円税込み、ウォーターランドスケルトンミノー。最後に買ったのはこれ、110円で重りが入って、1680円のジャークソニック1320円。これで中古で釣るぞ。ダーン、買っていくぞ。よいしょ。うわ、毎回うわ、魚おるんじゃない。なんかないんすよ。怖いね。毎度怖い、毎度怖い。うわ、気をつけてみんな。なんかカキ殻がある。チヌとかいそうだな。船これか。船これでいいのかな。お船お船お船、よいしょ。うわ、おちゃんさんさ、はい、この中古で釣れると思う。釣れるでしょ。あー、釣れそうじゃない。釣れる、これ。神様、これ釣れそうじゃないですか。こさあ、これで今45センチのカレイが釣れてるってポイントに来たので、皆さん中古ワームで狙ってみます。中古のルアーで釣ったるげえ。でっかい化け物探したるげえ。ルアーで釣ってくれ。僕は中古ルアーじゃないです。いや、中古ルアーっていう設定で。はい、中古の VG。 俺は中古なんでね、おもちゃん。釣れないことが判明した。はい、掘れないと釣れない。
アマオですよ。中古ルアーなんか絶対釣れない。やっぱ古いから。すよ、古いルアーは釣れないよ。みんなハマを投げていくぜ。ハマオしか釣れない。ありがとうございます。小川さん釣りました。皆さん大きい魚が釣れました。ハマオです。うわあ、美味しそうなシーバス50アップ。なんか泉ホヤの喋り方になってますね。カリさん、いやこれワッサムチャンネルのモノマネです。大きい魚が釣れました。皆さん大きなシーバスが、あー食べます。ちょっとお母さんありがとうございます。いや浜を中古ワームは釣れない。新品のワームでないと。ありがとうございます。いやなんか浜をやべえ。浜をやばいっすね。カエさんだって私ででかい方がいいんすかね。意外とわかんない。浜をのプリプリ感がだって投げるたびに食ってくるもん。浜をはやばいよ。ハマオ中古ルアー釣れねえ。おーちゃんハマオだけまた50アップ。やったよ。おーちゃん頼む。ハマオ使ってる。そりゃ釣れるよ。神様がハマオ。ハマオでないと釣れないか。ハマオじゃないと釣れないかも。そこのハマオはちょっときついかも。来ました岡田船長。うわすごいでかい。おーちゃんでかそう。これはでかいよ。ドラグでかい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 。うわでかいでかく。いやマジでかくない。ちょっと大きいっすね。でかいでかいよこれ。でかいよこれ。これでかいよ。でかいのおるやん。うわやった。ちょっと大きいっすね。ちょっと大きかったっすね。70。おこちゃんやばい。7だって太いもん。もう魚影見た瞬間違ったもん。ちょっと皆さん70来ました。小川船長の状況はどんな感じですか。もうゆっくり巻き上げですね。そこに落として。そうですね。70が皆さんちょっと持ち上げてもらっていいですか。すげえでけえ。すごい。ちょっと一回り大きいです。いやすごい。いますね。よし。すげえ、やっぱ大きいな。こんなんですね。すごいです。ありがとうございます。使ってるルアーは何ですか。これはドリームアップってとこのドリームシャットです。ドリームシャット。はい。まあシャットテールだから、これちょっとちっちゃいですね、ハマオより。小さいかな。ドリームシャット、皆さん。これもすごい釣れるんだけど、まあ、これですよ。ハマオ。おーちゃん、とんでもないことできた。火事だ。火事、火事。あれ、あの黒い煙、火事だ。火事、火事。大変だ。緊急事態、緊急事態、これ。火事、火事。うわぁ。やば。災害だ。なんだあれ。わかんない。火事だよ。やばいやばい。おーちゃん今でかい魚狙ってね、浜を投げてます。でかいの入るねここね。あー綺麗だぜ。あの太陽、やっぱり夕焼けって綺麗だね。みんなこれ夕焼け、あーすごい。はい、気持ちいいぜ。おーちゃんのケツだ。おーちゃんのケツだ。綺麗だぜ。後頭部も夕焼けも。あそこいそうだね。そうあのストラクチャー。食ったかおーちゃん。何が食った。カサゴ。カサゴ。VJ カサゴ。VJ でカサゴ。ナイス。よっしゃ。カサゴや。お母さんこれでかい魚入ってますか。ここですか。はい。時期的にはもう少ないかなってやつですね。あ、そうですか。まあ、でもなんか出る可能性ありますね。まあ、でかいのが可能性はあと黒ソイですかね。はい、ちょっと黒ソイを皆さん、おーちゃんの後頭部と黒ソイをね取りましょう。でかいの。日が暮れてきましたね。そうやね、おーちゃん。いいですね、綺麗な夜景ですね。いや
っぱりいいねこれ。これはどでかいのが出るんじゃないですか。今からちょっとでかい巨チヌ。そう、ユーマ詰めで巨チヌ。巨チヌを狙いに行きます。映画巨チヌですよ。映画巨チヌ懐かしいっす。映画巨チヌ。お母さんどこですか、火事。いやもう煙出たいですけど、ヘリコプターが上げて出そうです。闇工場だな。出水の工場です。今大範囲水で黒鯛狙いにね移動してます。ここでは映画巨チヌ、これここです。皆さん皆さん観覧車が見えましたよ。観覧車、うわめちゃめちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。全然持ってかへんぞ。 おもちゃん湯虫投げてる。湯虫投げてます。巨チヌを狙って。ポンポンポンって。なんだろうね。感触あるんですけど。ちっちゃいんかな。なかなかちっちゃいんじゃないですか。皆さん、浜王の時代終わりました。今からは中古ワームの時代。中古ワームどれにしようかな。ブリンブリンのフサエビ。フサエビで釣ろうと思います。何かを。さ、なんか釣れた。え、ちょっと待って、何何チヌ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 、え、チヌチヌチヌ、いえ、キビレキビレ、やったやったちょっと、いいですか。あ、危ない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 、ごめんなさい、バラしちゃった。キビレ、ちょっと見せてください、そのルアーを。ごめんなさい、ちょっと僕のせいでバラしちゃって、すみません、お母さん。メタルジグこれ、来たおーおー、今回の船の中です。これ何ですか。キビレです。キビレです。うわー、チヌってやつです。めっちゃ綺麗。めちゃめちゃ綺麗ですね。こいつがコツ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 、さっき湯虫当たったかもしれない。湯虫食いかんでるおもちゃん。大きなおちんちんだねこれ。いいですよこれ、このおちんこ。おちんこアーム湯虫。あー湯虫いい。これでも食ったらでかいからね。キョビ食ったらでかいっすよね。キョビレ、キョビレ、いや極露台だね。チヌだね。チヌっすね。今日まだ出てないけど出したいっすね。そうっすね。キョチヌを出したいですね。キョチヌをこれで。キョチヌこの湯虫で。来た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 、おっしゃでかい。うわでかいよ。危ない危ない。よしよしよっしゃ。何で釣ったの。来た湯虫ですよ。湯虫一周ありがとうございます。来たじゃん。黒鯛キビレ、やったキビレ、キビレだ。しかもめっちゃ黄色いじゃん。めっちゃ黄色い、綺麗だ。キビレや、よっしゃ。そこトントンで、そこトントンしようと思ったらもう食らいついてきました。ナイス。やっぱこの匂いで一発でした。うわ危ない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 。ちょっとね、いろんなルアー投げてるんだけど、これしか釣れない。夜は黄色浜を、うん、浜を出ないと魚が逃げてくる。ちょっとこれをひたすら投げてきます。おもちゃん、はい、腹も減って、なんか空いてきました、ね。なんか寒いじゃん。寒い。生命の危機を感じてましたけど発情してきた。大丈夫ですか。皆さん今ね。水深15メーターでそこに浜を落としてそこトントンして巨大根魚を狙ってます。さあお母さん、何がなんかかかりました。カサゴが、カサゴ、うわこ、俺もこれかな、当たったの。多分そのぐらいだと思うんですけどね。ナイスカサゴです。これはカサゴが、うわあ、あ、でもお腹パン、お腹パンパン、ブリンブリン。これ何が入ってるんですか。これ卵です、卵です。卵、カサゴ卵。かわいそう、うお、かわいそう。はい、逃がしましょう。カサゴ、湯虫ジグヘッドに刺した方がいいぐらい。ジグヘッドに刺した方がいいぐらい。でっか、テツさん大きいですね。まあサイズはいいですよね。鬼カサゴ、ハマオで全然食います。皆さん、鬼カサゴです。やったやった太刀、太刀やりましたね、神様。人生神様、太刀魚、刀魚、ハマオフィッシュやりましたね、神様。やっハマオで太刀魚、しかも回収直前。やばいっすね、追ってきてたっすね。追い食い。これ大量にいるんですか、ハマオ。まあ、なんかそれっぽいのかな、こうやって見ると魚団でもなんか微妙なやつ、これ逃がしたね、狩りがこんな大きくないもんね。重りの重さどれぐらいなの。タチウオや、これ困りだし、やばいじゃんこれ、はい、このワーム。やばいっすよこれは。おーちゃん、おYouTuberも甘くないね。甘くないっすね。ワーム食った。20年前の中古ワーム、でかいでかいでかい。食った食った食った、やった。うわー、うわ
アラカブ。アラカブ、神さん、アラカブ。これアラカブですか。アラカブです。わあ、いい色してます。20年前のワーム。神さん、なんかいい色してますね。黒黒して。でかい。高級アラカブですよ。黒カサゴ。やったでかい。よっしゃ。食った。アラカブ。保護ですね、保護。保護来た。でっかい保護。保護って。なんか保護。来た、保護来た。足元、20年前のワーム釣れる。浜王釣れないわ、やっぱ。もう浜王の時代終わった。ほら、もう全部逃がしますけど、とりあえず確保だけして、後で逃がします。保護くん、ありがとう。たまってくるもん、波が怖っ。皆さん見てください、この20年前のワーム入れ食い。これおちゃん買いましたよ、カメさん。20年前の20年前のタックルベリーで買った。結局釣れるんすよ。騙されてた俺、中古でも釣れるんだ。入れ食い、これさっきからも100匹ぐらい釣ってる、このワーム。皆さん来ました、保護が来ました。釣れました。あ、保護が、皆さんやりました。保護が来ましたか。保護が釣れました、やりました。これワッサムチャンネル。保護かと思ったんですけど、ムラソイが釣れました。綺麗、かわいいです。ムラソイです。お母さん、これムラソイですね。ムラソイです。やりました。皆さん、大きな紫ヒトデが釣れました。このワームに食ってきたんです。来ました、皆さん。やりました、大きな魚。大きいです。釣れました。保護です。保護です。大きな保護が釣れました。大きな大きな保護が、やりました。やりました、神様。皆さん、無事に名古屋港に着きました。おーちゃんさん、今日ありがとうございました。コラボありがとうございました。またお願いします。よろしくお願いします。釣れた魚の一部を持って帰ります。大きな大きなお魚がいっぱいいます。いっぱいいっぱい。何かいます。タチウオが、タチウオ、タチウオが味噌汁にして食べます。死んでますよ、神様。タチウオを味噌汁にして食べますので、大きなシーバス、大きなシーバスと大きなカサゴ、保護が釣れました。大きな保護と大きなキビレがいます。キビレもいます。やりました、やりました。お母さん、ありがとうございました。今日はおーちゃんさんもコラボありがとうございました。いっぱい魚が釣れました。魚さんがいっぱい釣れました。細いですか。だいぶ細いですね。なんでですか。産卵したから。産卵した後はもう、あ、メスですか。皆さん、メスです。60センチぐらいあります。6万人です。70もいます。僕が、船長が釣った70です。でかいでかいでかい。70の魚です。あー、痩せてますね。確かにガリガリ。72センチあります。20、40、60、72センチのシーバスです。ガリガリや。やりました。でかい、これ。ガリガリです。これはでかい。でかいっすね。いいっす、いいっす。これはでかい。でかい、70。これ、ね、調理が面倒いんだけど、調理したらうまいのよ。うまい。皆さん、美味しい魚がいっぱい釣れました。やりました、やりました、めました。キビレさんもいます。かわいいです。おー、やりました。タチウオだけ持って帰ります。タチウオは天ぷらですか。タチウオだけ味噌汁にします。やりました。キビレさんたちも全部逃がします。タケノコメバルくんが、タケノコメバルさんが釣れました。大きなお魚さん、これ何でしょうか。これお母さん何ですか。カサゴですね。カサゴ。保護です。保護です。